スーパーサイヤ人のその先へ、戦士たちの荒修行。何もかも真っ白だ。体も重いし、暑くて息苦しい。表に出てみろ。地球と同じ広さらしいぞ。迷わねえように気つけねえと死んじまうかもな。こんなとこで一年も。早速修行始めぞ。遊びに来たんじゃねえんだ。まずはご飯をスーパーサイヤ人にする。スーパーサイヤ人に僕がなれるかな。もちろんだ。おめえもれっきとしたサイヤ人の血引いてんだぞ。とりあえずスーパーサイヤ人になんねえとな。本格的な修行はそれからだ。僕ひょっとしてお父さんの修行の邪魔になるんじゃ。あ、最初のうちはな。ほら、スーパーサイヤ人を超える力を必ず手に入れるつもりだ。しかしご飯、おめえにはそのオーラをさらに超えてもらうつもりだ。え？僕がお父さんを？そうだ。絶対にそうなっとオーラを持ってる。そんな、僕がなれるのかな？すぐにそうなれってわけじゃねえさ。慌てずじっくりやっていこうぜ。ご飯、まずは軽く体でも温めてからだ。準備運動だけあって手加減はいらねえぞ。はい、はっ、やっ、くれにしとくか、ご飯。体が温まるどころじゃなかったな。この部屋で戦うのは結構大変だね。技や体の付け方はさすがのもんだ。ピッコロに戦
叩き込まれただけのことはあるな。じゃあ次はやっぱスーパーサイヤ人になる修行に進んでよさそうだ。違う、それじゃ木をでっかくしてるだけだ。スーパーサイヤ人はまず怒りがきっかけになる。怒り、プツンと切れるんだ。そんなこと言ったって怒れないよ。いきなりうまくなれるわけねえさ。父さんだってベジータだって苦労したんだ。焦ることなんてねえぞ、ごはん。はい。さて、行くか。俺も行きます。勝手にしろ。はっ。カカロットたちがよく集まっているジジイの家か。なかなか骨がありそうなやつだ。ザコどもだ。セルの野郎を見つけてもお前は手を出すな。18号たちの姿が見えん。この辺りの農後家の島に隠れているな。よかろう。聞こえるか、18号。姿を見せるんだ。見せなければ島を順に破壊する。わかった。現れんか。面倒をかけやがって。貴様はベジータ。貴様がセルか。 あいつはベジータ。わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たつもりか。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。私をバラバラに、貴様が。あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。さっ
早速この俺の力を味わってもらおうか。ケアル、うわ、くぼしやがれ。あれれれれれ、くっ、うわ、ビッグバン、アタック。どうした、眠りでもしてやがるのか。この程度で生きがるんじゃない。もっと真面目にやれよ。少しはやれるらしいな。悪魔しやがれ、あれれれれれ。覚悟しやがれ、あれれれれれ。本気にさせたいようだ、この私。とっくに本気だと思っていたがな。うわっ、はっ、はっ、ビッグバン、アタック。こんなことがあってたまるか。どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。バカな、貴様はベジータだろ。違うのか。違うな、俺はスーパーベジータだ。とてつもなくでかい気を感じて来てみたけど、すげえ、あれが新しいベジータか。トランクスもあんなに強くなってるんだろうか。悟空とご飯は来てないみたいだな。人造人間たちだ。こんなところにいたのか。セルもベジータもトランクスも気づいてないのか。10メートル以内に近づかないとコントローラーは効果がないんだよな。よし。どうやら本当に目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって。うわー、ちくしょう、ちくしょう。完全体になれさえすれば。ほう、貴様が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか。その通りだ。絶対に負けません。よし、10メートル以内に近づいたぞ。このコントローラーで18号をストップさせても破壊しなきゃセルに吸収されてしまう。チャンスは今しかないんだ。じゃあね。お前は。あれは、まさか緊急停止コントローラー。なぜあいつが。ブルマさん、ごめん。え？うまく逃げるんだ。絶対セルに吸収されないでくれ。頼む。なぜだ。なぜそいつを壊した。チャンスだったはずだろ。それは。私が完全体になりさえすれば、パワー、スピード、技、頭脳、精神力、全てにおいて完全な存在になる。コンピューターはそう答えたんだ。あれほど歴然たる差があっても完全体にさえなれば、この俺に勝てるというのか。何度同じことを言わせるつもりだ。貴様となら間違いなく勝てるぞ。その程度ならな。おお、父さん、まさか。お前たちサイヤ人は根っからの戦闘民族だ。戦ってみたいだろう。完全体になった私と
いいだろう。貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。行け父さん。父さんは逃がしても、この俺は逃がさんぞ。おいベジータ、こいつは何とかしてくれよ。18号、あんなところに隠れて嫌がったのか。しまった。完全体にはさせんぞ。邪魔はさせんぞ、トランクス。おのれ。ついに完全体になる時が来た。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。ふん、情けないやつめ。セルがどう強くなるのか見たいと思わんのか。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。天狗拳。しまった。目が。やめろ。18号。くそ。いよいよ完全体に変身か。今度こそがっかりさせるなよ。出来上がりか。ついにセルは18号を吸収して完全体へとなった。18号を吸収され、クリリンは怒りの拳をセルに向けるが、圧倒的な力で返り討ちにあってしまう。トランクスが預かっていた線図で一命を取り留めたクリリンは、完全体となったセルの強さに驚愕していた。完全体との戦いを望んでいたベジータは不敵な笑みを浮かべ、セルを挑発する。落ち着きを取り戻したセルは挑発を冷静に受け止め、ベジータとの戦いの幕を開けようとするのであった。進化は究極へ。全てを圧倒する完全体。君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。どうやら思った通り、完全体になっても大したことはなさそうだな。そうかね。覚悟しやがれ。しやがれ。
スーパーベジータか。うわ、ビッグバン、すぐに終わらせてやる。止まれ。大きすぎて戦いがつまらないとお前が言った言葉をお返ししなければいかんかな。さてと、そろそろ殺してしまうか。何してんだトランクス、早く助けないと本当にベジータは死んじまうぞ。父さんは俺や悟空さんに助けられることの方がセルにやられてしまうよりずっと屈辱なんです。そういう人だ。そりゃそうかもしれないけど、父さんがセルとの戦いで気を失ったら助けに入ります。しぶといな。まだかろうじて生きているようだ。今すぐ楽にしてやるぞベジータ。トランクス、お前を殺すぞセル。強気なセリフだなトランクス。クリーンさん、父さんを連れて遠くへ離れていてください。うん。トランクスの気が極端に小さくなった。セルの気はでかいまま。やられちまったのか。大変だ。起きろベジータ。お前にもベジータにも随分失望させられた。もっと楽しめるかと期待したが、最後に質問がある。お前たちは私に乾杯したとはいえ、短時間で急激に実力をアップさせてきた。時間があればさらなるアップも可能か。やってみなけりゃわからん。だがなぜそんなことを聞く。可能性がないわけでもないか。次の質問だ。孫悟空は何をしている。なぜここに現れないのだ。悟空さんは貴様を倒すための修行中だ。明日には戦いに現れる。悟空さんなら必ず願いを叶えてくれるぞ。俺はそう確信している。いい答えだ。では武道大会を開いてやる。武道大会。10日後の12時にしよう。大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。一体何のことだ。お前は知らんかもしれんが、かつて天下一武道会という大会があった。そいつを再現してやろうというのだ。
ただしお前たちの相手は私一人でいい。一対一で戦い、私が勝ったら次の者がまた私と戦うのだ。何人でも構わん。場所など詳しいことは近いうちに知らせてやる。テレビ放送を通してでもな。待てセル、武道大会の目的は何だ？そして最終目的は？武道大会の目的は強さの確認と全世界を恐怖に陥れること。最終目的は特にありはしない。あえて言えば楽しむことが目的かな。一番の目的はもちろん恐怖に怯え引きつった人間どもの顔を見ることだ。それでは楽しみにしているぞ。その後トランクスは戦図で回復したベジータとクリリンにセルが提案した武道大会のことを説明した。武道大会？俺たちを使って遊んでやがる。俺、悟空さんたちが出てきたらもう一度精神と時の部屋で修行してみるつもりです。貴様もカカロットも必要ない。この俺がまたあの部屋を使えば済むことだ。俺も大会に出る。頼む、俺をカプセルコーポレーションに連れて行って直してくれ。役に立ってみせる。ふざけるな。貴様もドクターゲロの作った人造人間だ。いいよ、俺が連れてって頼んでやる。強い仲間が一人でもたくさん欲しいからな。クリリンさん、心配しなくていい。こいつは多分悪いやつじゃないと思う。セルに飲み込まれたあの二人だってそんなにひどいやつじゃなかった。お前のいた未来の悪い人造人間とは違うんだよ、次元そのものが。ワン、おめえはオラの考えてた以上に強くなってくれたみてえだな。そうかな、僕にはよくわからないけど。だがまだまだおめえは強くなれるし、本当は今だって力出し切れてねえだけだ。そろそろ修行の仕上げに入ってみるか。仕上げ？ああ、いつもよりもっともっと本気でかかってこい。父ちゃんをぶっ倒すつもりでな。そんな、倒すのは無理だと思うけど、できるだけやってみる。